はい。またチャプター14の頭からやり直しまして、めちゃくちゃイライラしてて、で、彼、バスルームで薬を手に入れたんだけど、この私、唯一絶対神藤様に黙ってましたと。で、これを、前はこっちにしたけども、こっち。嘘はつかないって約束したじゃん。なんで嘘ついたの？そして、なんで BGM がなかったんだ？わからん、わからんってなんだ。黙っていた方がいいと思った。なんで？お前が賛成しないだろうとも思った。何の薬かもわからんのに？あるいはびっくりさせて、俺を一人にさせたかったかも？すまん。けど、他人の助けを借りずにやっていく自信はない。気分悪いんだ。どれを選べばいいんだ？青いピル？もしくは赤いピル？あ、やっぱりこの選択になっちゃうんだ。そして、BGM ないのおかしいな。はい、一回抜けて再起動したら、戻ったね。OK、じゃこれでいいや。で、青いピル？鎮痛剤に依存しがちだったと前言ったよね。心配すべき？この言い方すげえやだ。な、心配した方がいい？みたいな。何それ？それで心配してなんて言えないし。お前を放っておくつもりはない。ただ単に正直に話をしてほしい。そう、透明性のある会話をしよう。そういう関係でいようぜ。俺らが会った状態では？他人と話した時に比べて、お前と正直に話した気がする。必要はないと思って薬のことを話さなかった。重要な情報がないと思った。今は後悔してる。これからは、お前に何も隠さない。お、いいんじゃない？信頼度上がるんじゃない？指切り幻漫でもする？できないだろ、そんな。そういえば、残り時間をチェックしたか？そうだよ、これ、猫ちゃんの、ね、首輪。それと、ボトル？いや、こっちでしょ。このゲームリアルタイムで進んでるはずなのに。ねえ、猫ちゃん13時間のカウントダウン。あれ、もう終わってるはずじゃない？くそ！どうした？猫がいない！え？あ、確かにいなかった。どこ行ったんだ、あいつ。どこに行ったんだ、一体。猫野郎。時間の感覚がないが。どう思う？あと10時間くらいかな。ところで、ピルが入っていたボトルを調べたが、ああ、戻った。何かが消された跡がある。消された跡？持ち主が自分の名前を消したようだ。ほう！あ、じゃあそいつが犯人だよ。名前はクで始まるようだ。ク、ほう。跡は読めない。絶対そうだって。彼が受け持ってた患者だって。思い出してみたところ、名前がクで始まる患者を二人見ていた。待てよ。え？クイーン？お前もクだぞ。クイーンジーとクエンティーン。いや、違う。そうだね。私クイーン。三つのク。苦労、苦悩、星苦しみ。今関係なくない？全然関係なくない？その話。何？詩人か？君詩人か？私のくせかもしれない。ああ、もうこれ、あの説有効かもね。そうだね。あんまりあの映画に似てるとかって言ったら、その映画のネタバレになっちゃうから言えないけど、これ精神病んでる系の映画ってよくあるじゃん。結構好きなんだけど。そのパターンじゃない？彼、精神科医自分だって勘違いしてない？そういう妄想してたんじゃない？ひどい状況にいて薬は何の意味を持っても、クイーンは大丈夫だと思う。お前の薬だったかもしれないし、他人のものだったかもしれない。それは大事ではない。そして、今これ、チャット打ってる自分が精神科医なんじゃない？君、すごいな。なるほどね。わ、騙されてたな。どうしよう。どっちにしても大丈夫だと思う。大事ではない。どっちでもいいな。なんとなくこっちにしようかな。
優しくしてくれてありがとう。今までは皮肉ばかり言って、俺のためにやってくれたことがわからないように見えたかもしれないが、感謝しているよ。ほんとね、全然伝わってこないからね、君から感謝は。さて行くか。うん。後で会おう。後で。さあ、一応少数派なのね。時の経過が怖い。あなたを含むプレイヤー 26% は、腕時計を腕から外して、一回睨んでから捨てましょう。は？時間を気にせず、自由に行きましょう。いや、なんで俺が心配されんだよ。さあ、チャプター15。うん。このゲーム、なんか進めるほど、なんか奥深いというか、どっちに転ぶか分かんなくなってきたね。いろんな説が出てきた。今まで拾ったものを思い出そうとしたんだ。はい。開けられない箱、変な本、弾のない拳銃、そして、幽霊のように現れては消える猫。まあ、それはただの気まぐれだろう。この家で何が起こるかが分かり始めたかもしれない。嘘でしょ？ここにあるものは見かけたことあり、隠し扉とか結構ある。うん。探偵みたいにここを調べるんだ。腹が減ってるせいか、台所から出てはいけない気がする。ん？もしかしたらここで何かを見つけなければならない。この台所でな。ああ、じゃあそれならは徹底的にやってもいいけどもね。うん。確かになんか隠し扉今まであったのにまだないよね。あのクッキーがいっぱい入ってた。ドアを開けただけだし。家族、今これ関係あるか？割とこういうのが近道に繋がってるのかもしれないけど、俺はこっちで行きたいね。はい。徹底的に喋ろう。洗い出せ。家の中は明るくなってきているようだ。ただ、周りを完全に見渡すことはまだできないんだ。何か見逃して。ちょ、タンマ、どうした？どうした？食料庫の隣に、何かが置いてあるんだ。ん？調べてみる。何かが見つかるかもしれない。いや、ゴミだとはね、はっきりは言えないよね。うん。素晴らしい。ブラボーブラボー。調べてみるんだ。どうかな？終わったの？終わった。どうだった？見つけたものを持ってきた。アイスクリーム用のスプーン。はあ。人は殺せないが、物を救うのには使える。そんなのあったっけ？人の目を掘り出すのに使えるかな？な、発想がグロいな。フライ返しか、使えないな。チーズおろし器。あ、いい、冗談。冗談ならいらない。今言わなくていいよ。別にいらない。目の見えない人がチーズおろし器を手にしたとき、何を言ったと思う？ん？この本を書いたのは誰だ？ひどい本だ。と。どういうこと？おっと、人権代替で勤めてないよな。単なる冗談だよ。え？どういうこと？見えない人チーズおろし、そういうことか。目の見えない人がね、そのチーズおろし器を手にしてね、もう、ガサガサ、ギザギザ、痛い、ひどい本だ。ははは。難しい。待って、リモコンの部品を見つけた。テレビはないんだけど。リモコンの部品？自動扉とか開けるためのリモコン、もしくは？こっちじゃなくてこっちでいいか。はい。自動扉とかあんのか？ちなみに今は？一瞬下がったな、信頼度。うん。同じことを考えていたんだ。はい。もう驚きはしない。何かを見つければ使うかしかない。はい。役立つものはあまり見つかっていないんだが、
それでも負けない。負けてたまるか。電源ボタンを押して、いいことが起こると祈るしかないな。リモコン？何のリモコンだ？あれ？その右側何？知らない。テレビあるじゃん。普通にテレビあんじゃん。え？あ、カラーは？ん？あ、声チャプター終わり？人間スキャンナー。あなたを含むプレイヤーの 55% は？物事がなくなったわけではなく、違うところにある、なくした鍵がブラックホールの中にあるかもしれないと考えているのだろう。ん？思ってませんけど。はい、チャプター16。なんか、ラテン語？らしいね。全然わかんないもん。ああ、テレビ見る？テレビは動くけど、映らないでしょ？受信できるチャンネルはないんだ。こいつがちゃんと映るようにできればいいが。ずっと雑音聞いて飽きたならまだしも。どっからともなく声が聞こえてくるんだ。うわーパズルだ。なにこれ。何ですか。何すればいいんですか。これは押せない。電源ボタン押せない。これは単純にもう画面だから見るだけね。で、なんだ？え？関係ないか。なんだ？例えば、じゃあ、赤、107、これ何？ん？体、ハート、時間、お金？なんで赤、青、緑、青。そしてなんかこうね、ん？なんだこれ？モールス信号かのような。例えば、じゃあ、107を押してみて、赤、あ、なんだこれ？はぁ？はえ？え？赤、違う。戻れなかった、さっきの画面。あ、戻るには100か。そういうことか。100。で、戻った。あー、そういうことですか。あ、じゃあさっきの107の画面なのね。で、174にしたら、じゃあ、174にしたら、わー、これなんかメモったりした方がいい感じなのかな。ん？これなんだ？ハートが？え？一回戻るよ。ん？182は。うわ、難しい。何このパズル。扇風機と、なんか、女体。はい。で、次198。見てみるよ。また女体だ。ハブファンウィズミー、666ドリンク。あ、なんか、これ666。関係ないの、これ。666関係なし。悪魔の数字関係なし。そしてこの、ねえ、色のボタン、これ何なんだろう。じゃあ次、黄色の306。見てみますけど。なんだって言うんだ。309。とりあえず全部見るしかないか。336。347。書いてある、なんか044442250。押し切れるわけじゃないし。戻ろう。
最終的に、だから、一個の数字というか、三桁の数字を導き出して、それを打ち込んだら、クリアとかっていう、そういう話なんだと思うんだけど、ヒントがむずすぎない？どういうことなの？マジで。なんとなくこうパラーっと見ていくけどさ。いや、地獄だね。一貫性がないもん。ああ、おとくろ。何が言いたいんだろうな。249見たでしょ？で、253見るよ。253。ワーカホリック。422行きます。カーネル・サンダースと、なんだ？これ何かもわからん。多分カーネル・サンダースじゃないし。お！これだ！ヒント！だから、EXIT！105 105 来た。あ、なるほどね。これは何個ありますかでしょ。だから1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個です、ここにやるのは。うん、だから9個の黄色を押せばいい。押したら来た。オッケー。ああ、わかったわかった。わかってきましたよ。そして、次、214のステージ。あ、これで4つのステージをクリアしたら、進めますね。なるほど。これ、やっと楽しいじゃん。1、ん？どういうことですか？ん？どういうこと？どういうこと？どういうこと？ここ1でしょ？ここ3、3。規則性があるってこと？18？ 32？ これでもさ、片っ端からやっててもいいんじゃないの？正直。あんまり良くないと思うけど。でもちゃんと理解したいな。できれば。なんで1なんだ、ここ。違う。5、4、3。9。わかった。わかったぞ。135の上の、その三角形。135で作られてる三角形は、足したら、ただつまり9なわけじゃん。で、9、をかけるにしたら、中心の数字18になってるわけ。っていう理屈で、左下の大きな三角形は543を足すんだよ。そしたら、12。12×2 で24。違うじゃねえかよ。いや、もう全然わかんねえ。全然わかんねえ。みんなわかんの？わかった？誰か。って聞いてもこれ生放送じゃねえや。わからん。もう、俺11かと思うわ、これやっぱ。11。だよね。ちょ、戻るわ。いや、これちげえな。これ3だ。3だわ、これ3。だよね。と思わせといての4なんだよね、これね。4。なんで。まあ、とりあえず進んだからね。まあ、あとでね、解けるときに解こう。解けたら解こう。うん。考える時間あったら考えよう。オッケー。よし、行こう。353ね、次。何ですかね、これはね。これ何ですかね。あ、だから、つまり、ここに入る4つの色は、このどれでしょうかって話で、ね、ちょっと見づらいよ。ね、なんか規則性ありそうですよね。なんかこういう問題なんかやった気がすんな、どっかで。いやでも規則性はあるよね。黄色2列こうこうこうってきてるから、こうは、右は黄色こう2個なんだよ、きっと。
ね。これは変わんないじゃん、どこも。こう、こう、こうある。ある、ある。見えない。だから、右二つが黄色と思ったら、これしかないわけよ。ね。これですよ、だから。黄色。はい。おー、ショッケー、いった！ラストですよ！ラスト一問。はい。え？これはどれでしょうか？あー、重さの問題かな？だから、青いのは赤2個分。まあ赤2個はもちろん赤と赤だから、まあ、すっちり合ってるよね。で、青2個で、この緑1個分。では問題です。うわー、めんどくさ！なんだこれ！何ですか？まあ、これはもう消去法でいこう。これは絶対、これ絶対違うね。うん。あ、でもさ、この天秤に置いてる位置、外側の方がさ、力強くなるわけじゃん。そういうのも考えんの？考えんのかな？いや、でも、一回なしで考えよう。2個で、1個あった青に、これはおかしい。これなし。そして、青と青で釣り合ってるから、これはもうないものと考えて、赤と緑は釣り合ってるわけないんだよ。うん。緑が一番重たいもん。だから、なし。そして、うわ、これはなんだ？まあ、赤二つで釣り合ってるものと考えまして、これじゃねえか？青二つに緑一個。これで釣り合ってる関係。これね。これだ。これも、ありえない。緑です！緑ちゃんです！はい！やった！お？え？なになになに？あ、終わったっぽい。いやー、言ってないチャンネルまだあるんだけど。あ、なにある？え、誰？覆面？出たな、ついに！え？本当に犯人いたんだ。盲言じゃなかったんだ。なんて書いてんの？喋らないのね、あくまで。ついに来たな。そして、おう、おう、動いたんだ。おう、動いたんだ。エッチなビデオと、インフォマーシャルと、アナログな形で、親愛なる誘拐犯との遭遇。興奮しないで落ち着いてくれ。おめえだ。ビデオメッセージを残してくれたみたいだ。はい。ここまで来れると予想したのだろう。で？やった！自由にしてくれそうか？男か女かわからないが、他に何か言ったか？そして？よし、あいつを見た覚えはある？これかこれでいいかな。見た覚えある？どうせ見たことないって言うよ、これは。覆面だし。これ、他に何か言ったか？最初に、まだ生きてておめでとう、と言ってくれた。うお。言い方は全く優しくなかったが。え、喋ったの？その後、想像していたが、これはまだ終わっていない、と言いやがった。出口、見つけられるかな？簡単じゃないぞ。そして、時間が満ちたら、また会おう。待ち遠しいな。そういえば最後には、おかしなことを言ったな。ん？地獄に入ったら、歩き続けるんだ。なんてことだ。混乱させようとしてるかもしれないよ。もしくは、誰かがあなたをひどい目に遭わせたいようだ。はい、遭わせ続けたい。クイーン、これからは難しくなるかもしれない。どっちがいいかな。気にするなって言えないもん。あんな見たら。これから難しくなるかもしれない。頑張っていこうぜ！うん！俺がこんなひどい場所にいるべきだと。そこまで
俺をよく知っている人物かもしれない。でも、そこに着くと上しか行けないんだろう。救われるチャンスがある？それともそのままここで死ぬのか？出口があるのだろうか？だったら動こうぜ、動こうぜな、と出口のことを話していたら、その先は真っ暗だ。これは地獄でのホリデー、ん？地獄でのホリデーパート15か。今だクイーン、振り向かず先に進め。暗くなってきてるんだ、別の方法考えよう。ほう、こっちもありだな。先に進めっつって死ぬパターンあるからな。ちょっと一回冷静に、みんな落ち着いて、みんな落ち着いて、ちょっと冷静になろう。あれ、あんまり良くない、トンネルの先の光が見えてきた。ん？それはあれ、比喩表現？それとも現実？ん？いずれにしてもそのドアは開けてかな。うん。そこにいるやつと対面しないといけない。お前の気持ちがわかるが、他のオプションがなさそうだ。ほう、だったらば行こうか。行ってみる。俺の無事を祈っててくれ。うわぁ、死にそう。クイーン死にそう。なんでカメラついてかないの？カメラさん、右へ。カメラさん、え、どこ行ってんの？え、こんなところに来たの？まだ地下あったじゃん。ドアが2つある。どっちか選べって感じか。なんだろう。なあ、何を見つけたと思う？二つのドア。一つ目のドアは、綺麗な装飾がついている。もう一つのドアは、ボロボロだ。ドアナンバー1の先にあるのは？ドアナンバー2の先には？全くわからない。二つの顔のあるおかしな像がある。ヤヌス。古代ローマではヤヌスは始まり、ゲート、水位、時間、戸口、通路、そして終わりの神として崇められ、ほう、二つの顔を持つとされていた。一つの顔は過去、もう一つの顔は未来。だからつまり未来の方の顔を当てればいいのね。わからんな。ドアとドアの間に置いてあるんだ。何を見ているんだろう。友と敵？過去と未来？俺を見てくれ。現在を見て。いいん、そういう話はいいんだよ、クイーン。ゾッとしたぜ。何かの挑戦？もしくは注意？ほう。あなたを含むプレイヤーの 40% は、体が十分なビタミン D を生成している。おめでとう。だからってゲームの世界では役に立たない。何が言いたい？チャプター17、行きましょう。終わりは近いのかな？どっちにしようかね。選択肢、オプション、可能性に埋もれて息ができない気分だ。Google で検索した、文言が現実化し、使い切れないほどのものが降ってきた感じだ。商品はどこにあると思いますか？いや、いいよ、そういう話は。仰々しく、魅力的で、美しいドアナンバー 1？ それとも、ボロボロのドアナンバー 2？ 何かを選ばないといけないとき、不安が虎のように襲ってくるんだ。どのドアにかけますか？うわぁ、どうしよう！見にくいドア2を開けましょう。もしくは、美しいドア1を開けましょう。うわぁ、これ難しいね。どっちにしよう。なんか僕が思うのは、このゲームはなんとなく古代の雰囲気をなんか基調としているというかね。昔のその神様とかいっぱい。で、やっぱり、こういう話でよくあるのは、美しいものに飛び込んだやつは大抵落ちるんだよ。ボロボロで行こうよ。ボロボロのドアを開けると、そこには
美しい景色が広がっていました。でしょ、そういう感じが好きでしょ昔の人は。なんじゃなんじゃ、それなんじゃ、砂、え、本当に汚ねえじゃん。なんかどうしたらいいんだ。え、ロワルド・ダールの小説の中に入ったみたいだ。ここはだんだんおかしくなってるんだ。大きな砂丘か、砂丘の前に立っているんだ。はい、しかもまだ建物の中だ。ここはどうなってるんだ一体。砂丘の上にキラキラと輝いているものがある。取りに行くべきだと思う？いやそれは行こうよ。うん、待って、まず周りを見渡しからにしよう。うるせえ、行くんじゃボケ。クイーンは光り物に目がねえんじゃ。ぜえぜえって撃つな。砂丘を登る方法知らないか。うん、登ってはまた落ちるんだ。いやーこれはちょっと愚か者かな。お前が言った通りだ。砂丘を登るのが難しい言ったっけ俺。しかも砂丘には大抵大体危険な生物が生きてて、侵入したものを攻撃してくるんだろう。ここにあるのは砂だけ、他に生物はない。ならよかった。部屋の中に砂丘があるのってサンドボード愛好家の夢かもしれない。テレビとゲームだけじゃ足りない人もいるみたいだな。待て、え、何ん、てんぺんになんかがある。登ってみるしかない。天井のことか。あとでチャットしよう。この先を登るのに両手が必要だ。むしろ頑張ったな片手で。うん、行ってこい行ってこい行ってこい。わあ、なんか死にそう。この子死にそう。結構サクッと登れてるじゃん。取った。光り物。え、なくした？あ、あ、違う。ああ、埋まっちゃった。ああ。なるほどね。なるほどね。ああ。底なし沼のように吸い込まれていた。うん。愚か者は僕でした。まあ、ドア2の方は分かった。であれば、ね。やっぱり美しいドアの外には美しいものがあるよね。そっちに行こうぜ。美しいところに美しいものが集まるんですね。ほら、なんかいい感じじゃないの。なんかいい感じ。なんだ、なんかでもこっちの方がいい感じするよね。ローマの噴水のレプリカを作った。はあ。ん？古代妄想郷の家へようこそいらっしゃいました。ただ、壊れていなければ直す必要はない。を忘れたか？噴水に熱湯が入ってる。熱湯なんだ。あいつは皮膚が丈夫だろう。シャワーみたいなものがあって。高速で水を噴出してるんだ。うん。下にはピカピカしてるものが見える。ああ、なるほどね。それを取るには、どうすればいいんだろう。それを取らなければならない。間違ったドアを選んでしまったのかな？ここはボロボロのドアの先だ。ん？もう一つのドアの先には美しいオアシスがあり。なかったよ。俺見たよ。沈める滝があって、食べ物が溢れていたのかも。俺はここで何をしてるんだ。まず噴水とその部屋に何か喋よう。もしくは、水蒸気滝かもしれない。いやー、これ多分死ぬよね。だからこっちかな。これで。はい。噴水とその部屋に何か喋よう。消えた？なんで？
単に見えないだけかもしれない。なんで消えるんだよ。この部屋から出られず、中にはこの大きな噴水がある。楽して得るものなしと言うだろう。噴水の外に機械があるみたいだ。水を止められるかもしれない。ほう、どうすれば。機械を調べたらまあいいんじゃねえかな。これはもうバカだね。こっちだね。はい。なんとか取れないか、これで。湯が入っている噴水に入るよりマシだ。お、調べてる。もしかしてこれは、パズルですね。あ、でもこれは、なんとなくわかりやすくない？あ、なるほどな。あ、こうやって回して、何をどうしたらいいんだ？最終的にどうしたいの？教えて。ん？あ、違う。回せるのは、この上3つだけ？あ、1個にしたいのかな？これを。じゃあ、こうじゃん。こうして、これね。違うの？あくまでももしかして、上がいいのかしら？上がいいのかしら？はい。できたね。っていう感じで、もっといっぱいね。あ、なるほどね。こっちに青、こっちに緑ね。なるほど。でもこれ別に難しくはないよね。一個ずつやっていけばいいじゃん。だからここで一個もらいました。はい。一個もらいました。そして、これをちょっとあっちに避難させます。そして、こうして、こっちもらいました。って感じで、やっていけば全然楽勝。はい、これで OK。これはね、まあ、普通に時間かければ、頭使わなくてもほぼほぼクリアできるんじゃないかな。 OK。 さあ続いて全体使っていくのかな。うわー、いっぱいあるね。確かにこれはちょっとめんどくさいね。だからとりあえずこうしといて、青あげる、そして緑もらった、緑あげる、一回赤あげる、赤あげて、オレンジもあげちゃう。オレンジを、ああ、ここで、フィックスしちゃうと動けなくなっちゃうのかな？だから良くないから、一回、ここは、青避難、オレンジも避難。で、こっち行って、こうして、あげる。こうして、青はもう確定しちゃおう。あ、でも別に確定しても動くね、ちゃんと。ただいっか。はい、はい、はい。はい。こうだ。これね、こうだ。よし。はあ、最後の調整だけ結構むずいね。OK。これは面白かったな。そして、ふぅ、一瞬溺れると同時に溶けるかと思った。どう？これで、スイッチは、流れていた水を止め、噴水の湯をすべて抜き取った。OK。部屋は静かになった。噴水の後ろにドアがある。ドアあんの？噴水の底にあるピカピカなものは一体なんだ？綺麗なロックをしたスーツケース。ほう。しかもロックされてないんだ。やっと落ち着けるんだ。中身は？どっち？危険、危険、罠かもしれない。もしくは？何を待ってるんだ？開けてみようぜ。開けるでしょう。わかったわかった、興奮してんだね。その志を失うな。でもこの家で見つけるものを
ものすごく慎重に調べなきゃならない。すごい。噴水から水を抜いてもかなりの影響を及ぼすんだ。さて、スーツケースを開けよう。誘拐声明や人の指が入っていなければいいが、ま、俺の指じゃないみたいだ。何？結局。ん？なんだい？お？スペードのエースだ。はい？1年間にある52週間同様、デッキには52枚のトランプがある。あ、そういうことなの？すべてのシンボルを足すと、合計は1年間の日数同様365だ。アメリカ人は精神的な攻撃を与えるために、スペードのエースしかないデッキを使用していたようだ。恐ろしいことだ。L？ あ！前、かちょっと前か。ID ってなんか文字に丸あったよね。だから IDL っていう今ワードが出揃ってるわけだよね、きっと。どこだったっけ？あ、これか。これね、ID。まあいいや。で、何？一枚のちっぽけなカードしか入ってないのか、もったいない。せめてデッキを全部くれよ。手品の練習ができたのに。これは完全に狂ってるぞ。いろんな方法で人を操作できることを知っている。うん。研究のモルモットになった気分でも、ん？気分も知ってるつもり。だが、これは俺の知ってることを超えているんだ。このゲームを作ったやつは、力とコントロールをものすごく欲しがっている。ルールに従ってプレイするしかない。これは後で何かの役に立てばいいのだが。あのドアを開ける。開けますか？行くんですね。行ったよ。また全然なんか違うな。